皆さん、こんにちは。北九州市立自然史歴史博物館の中にしております。今日は開港都市北九州の形成と近代建築について、説明いたします。まあ、15分ですので、あまり軽妙な報告ができませんので、原稿に沿って読んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。北九州が望む関門海峡というのは、古来、日本列島の大動脈、さまざまな人々や文物が行き交ったところになっております。そして江戸時代には北海道から日本海を西回りに、関門海峡が通り、関西に至る西回り航路の中継港として、門司の対岸下関の方ですねが繁栄しております。そして一方こちらが九州側対岸の田野浦が、下関を保管する役割を果たしています。こちらには載ってませんが周辺を見ますと福岡県西部の博多湾の方になりますと、博多港を中心に、かつて日本第一の国際貿易港ということ、これは中世ですね。では、江戸時代以降、鎖国政策によってその地を失った。だから、福岡県の南西部の方に目を移しますと、有明海方面では、周辺諸藩の年貢米などの物流の拠点として、これが、江戸時代で出てきたかと思います。そして近代に入ります。次2の近代の関門海峡の方に移っていきます。同じスライドで続けます。江戸時代の終わりにですね、日本は欧米列島諸国に対して開国するということになります。でこの時開港して対外貿易を行った場所として、函館、新潟、横浜、大阪、神戸、長崎の6港が貿易港になります。それ以外に関しては、江戸時代に先ほど言ったような国内貿易に限定されていた。そして、こちら関門でも対岸の下関港は、日本海の西回り航路の中継地としての性格を維持しています。天気としては1876年、こちら門司側ですね、田野浦の方に海軍の石炭庫が設置されました。北九州の西南部に位置する小野川流域というのがあります。そこは日本有数の石炭産出地域であります。で、その田野浦の石炭庫、これは、石炭を燃料とする海軍ですね、の燃料として、海軍石炭庫は筑豊の石炭を海軍文化に供給する役割を担いました。ところが、田野浦というところは、海岸が遠浅で波が荒く不便でありました。そこで、海軍石炭庫を近接する門司浦、つまり海岸反対側ですね、現在の門司港側に移転することになりました。当時の門司港は、塩田が広がり、港としての前提や蓄積はほとんどありませんでした。田野浦では不都合だったこと、そのために代わりの港を探す必要がありました。こうして、対岸はこの矢印で出しておりますが、門司浦が石炭の港として発見されたということになります。門司港ですけれども、1889年に特別輸出港に指定されています。上の写真ですね。特別輸出港はご存知の方もおられていますが、米、麦、麦粉、硫黄、石炭の5品目について対外輸出を行うことが認められた港になります。この時に博多港や先ほど取り上げました博多港、そして対岸の下関港も特別輸出港に指定されています。しかし両港と異なって、門司港は先ほども言いました、港としての蓄積はありませんでしたが、門司港の石炭輸出港としての可能性、将来性が期待された。このことが特別輸出港指定の理由であったと考えられます。そしてその将来の特別輸出港を想定し、門司港には門司築港株式会社が設立されました。同社は塩田が広がっていた地区域を開発し、第一船構え、この写真でいうところのちょっと奥手になりますが、この辺りかな、なりますけれども、開発されました。続いて、ここにも、下の方ですね。若松の方もちょっと取り上げます。若松執行会社というのも設立されております。こちら、道海湾の若松港は、日清戦争後に、官営製鉄所の建設労が浮上し、八幡への誘致運動が行われる中で、道海湾の共愛化の克服改良がも課題となり、積極的に執行事業を進めています。門司港は、特別輸出港指定から10年後の、1899年に門司港は特別輸出港指定から開港し、本格的に長崎などに先行する開港地と型を並べるに至ります。でこの時に
下関港、博多港も開港しておりますが、門司港や若松港が杉田の港として著しく発展したのに対し、博多港は執行事業による成果が上がらず停滞感を強め、この時に北九州方面が除染をしていたということが確認できるかと思います。ちょっと都合でスライド2つちょっと飛ばさせてください。あと戻します。1907年に門司港と下関港は関門港として国の第一種重要港湾に指定されています。以後の門司港は港湾調査会によって調査が行われ、周知湖方針を決定、その後大規模な建設工事が進められています。さらに1919年から明治期の築港、門司築港を全面的に改修刷新する門司港周知湖の第一期工事が行われています。このようにしながら門司港は国際貿易港としての体裁を整え、ますます充実度を増しています。一方、北九州の西側の東海湾若松港においても、1921年に国の第2種の重要港湾となっています。これに対し博多港が第2種重要港湾になるのは1927年、これを見ても、両国間、第1種重要港湾となるのは1939年のことであります。これを見ても北九州の文字下関、文字、若松というのが先行していたかということが分かります。ちょっと一つ申します。港湾と密接な関連を持つというもので、鉄道というものがあります。1889年に九州鉄道、博多千歳川崎、今の古名ですね、あたりが開通し、1891年には文字熊本間が開通しています。現在の JR 鹿児島本線にあたると。そして同年に、この横に対して同年に縦の軸ですけれども、筑豊工業鉄道、若松から能形の間が開通しています。こちらは現在の JR 筑豊本線にあたります。両鉄道会社は1897年に合併し、九州鉄道として大きく伸びています。また幹線と筑豊の炭鉱をつなぐ鉄道が次々と敷設され、石炭輸送の発展に大きく寄与しています。こうして整備が進められた石炭輸送基盤というものがですね、港湾と鉄道の蓄積を前提として、完成や関連八幡製鉄所が八幡に建設されます。1901年に関連八幡製鉄所が開業すると、関連の企業、工業が、工場が立地し、人口が増加していきます。こうして、石炭と鉄が作った工業都市としての北九州というものが形作られていきます。筑豊の炭田という石炭は、周囲や鉄道によって若松に集められます。多くは若松港から門司港に運ばれ、門司港から搬出されています。しかし、筑豊の、から鉄道で若松に運び、直接船で積んで搬出する方が効果的です。効率的です。当初は門司港が石炭輸出港、若松が石炭継ぎ足し港と役割分担しておりましたが、1904年に若松港が特別輸出入港、1907年に門司港、関門港が第一の重要港湾に指定されると、門司港は総合的な国際貿易港、そして若松港は石炭輸出港に発展していきます。若松港は特に関連八幡製鉄所の製鉄原料であった鉄鉱石や銑鉄の輸入港としても機能しています。門司港、このように門司港と若松港は港としての性格をそれぞれ役割分担させ変化させていくわけですが、それぞれ役割を分担しながら保管したことには変わりはありませんでした。それに加えて、下関港は、従来の国内の西回り航路の貿易に加え、1883年に朝鮮貿易港に指定された後は、朝鮮半島側との貿易で重要な役割をします。以上を整理しますと、開港と北九州というのは、門司と国際貿易港門司、そして若松港の2つの港、そして関門海峡と東海湾の2つの海を、東京を区切りしながら成り立てたということが分かるかと思います。さて次に、文字の集中しながら、3番目、開港都市の施設の立地について説明します。開港都市がその機能を満たすためには、必要な施設が整備されることが課題になるかと思います。必要な施設としては、先ほども、先生も言われておったところもありますが、領事館、
税関、検疫所などの公安行政施設、そして造船所、ドック、商社や海運会社、銀行などの金融機関、そして郵便局、電信電話局などの通信施設、宿泊施設、そして鉄道駅などが挙げられるかと思います。これらの施設というのは他の港と競争の中で開設され、また地域を変更しながら、次々と整備されています。明治22年の模試機構以来の第1期の模試機構修築第1期工事が始まった1919年頃の地図をこちらに挙げています。ちょっと見ていただきます。最初に築造された、第1船溜まりここですね。第1船溜まりのところですけども、北東山のところに、先ほども先生触れられたこの文字データがここにあります。こちら側が関門海峡文字データですね。あとちょっと進めていきます。その文字データ、船が入ってくる、まさにその入り口に税関が立地しているということがこれでもわかるかと思います。逆にその隣ですね、北西端の道を挟んで、こちら大阪商船のこの、船溜まりの横ですけれども、大阪商船の文字支店があります。その特徴の一つである塔というのは、当時の関門海峡地区で最も高い建築物だったと言われています。詳細パターンです。大阪商船から文字の北側には桟橋が立ち並んでいます。これも先ほど出てくられたところですね。で、東端の、関門汽船桟橋には関門汽船の専用と、こちら側ですね、こちら側。そして、西側には乗客や貨物を挟んで、下関と文字駅を結んだ鉄道員のこの一番長いですね。こちらの文字港駅と文字駅と直結している、桟橋と、鉄道員の、関門連絡橋桟橋が並んでいます。そして第一船溜まりと、それからこちら第一船溜まりと、こちらの第二船溜まりの間にこのような半円状の地区がありますが、この間には三菱、日本郵政、三井などの倉庫群がある。第一船溜まりや文字停車場の南側には九州電気軌道、いわゆる北九州線ですね、この電気軌道、市内電車が走り、道の両側には日本銀行や各種銀行、郵便局や新聞社などが立ち並ぶ。こういった形、これらの施設を組み合わせながら、港湾施設が分立させて、成立していたことが分かったと。それでは個別に行きます。開港都市の、施設の建築ということで、現存建物を中心に開港都市、北九州を構成する重要施設について、いくつか取り上げたいと思います。先ほども先生も触れておられましたけど、領事館内に外国公館はこちらありませんので、下関の方を取り上げています。一つ目は、下関の英国領事館、1906年の新興。これは英国の、1899年に英国駐日公使のアーネスト・サトウが、下関港、門司港が、貿易のさらなる増大に認められていることで、海事監督業務を統括する領事が必要だろうということを報告。でそれを受けて、1901年に唐戸に領事館、対岸の門司に船舶取扱事務所を開設しています。で、この建物は1906年に竣工された、旧下関の建物になり、現存する我が国最古の、領事館建物になります。本館は、イギリス積みを使用した2階建てのレンガ造建物になります。で、こちら、現在の国道9号線側が海に面して、おりまして、こちらにベランダを配置し、1階は領事や会員を執務空間、2階は会議の住居として使用されています。次に行きます。文字税区。こちらは、1912年に竣工です。文字では、1899年に税関の出張所が設置され、1909年に我が国7番目の税関に昇格しています。こちらは、多くの環状設計を手掛けた妻木由美永の設計の元建築技師の作住栄一が設計を担当。同じくイギリス人のレンガ組2階建ての建築です。そして1927年に文字税関が西海岸の方に移るとともにこの建物は払い先になり、まあ、海を変遷しながら、まあ、現在の保存されこのように再建されて再生されているということになります。ちょっと急ぎます。商社と海運の会社です。先ほども触れました大阪商船文字支店になります。1907年の新で、大阪商船は大陸航路、外洋航路に進出し、1891年に文字支店を開設しています。
そして現存建物、このように、レンガ造の鉄筋コンクリート造と、そして木造のモルタル仕上げの建物のミックス、ドッキングさせた形の独特な建物になっています。外観は、ルゼーション、ドイツ、オーストリアの20世紀初頭の建築様式を採用したといわれています。海に面、特徴としては海に面して大きなアーチ橋を持つ八角形の塔やというのが特徴です。1階は待合室、そして税関があり、このちょうどこの塔のあるこちら側から桟橋へ出て、下のこの写真にありますように船に乗って出るということです。ちなみにこの塔屋の形は同じく大阪商船の備長の支点にも使われて、同じようなデザインが使われています。1927年に西海岸に移ったと思いますが、この、この航路をさらに国際航路として発展するところで大連航路具合というものがあります。1929年、まあ、20年間20年あるんですね。でこちら先ほど、先生の方で詳しく説明ありましたので割愛しますけども、こちらの方についてと集約されています。で、次です。三井物産の文字指定になります。商社に関しては、文字では三井物産が、建物を残っています。で文字指定と、それから、旧三井、文字三井クラブがあります。で国際貿易港であった文字港には、商社が支店を開設していきました。そして三井物産はこのように、支店を駅の方の近くに開設し、そして山手に住宅を整備する中に、この、旧文字三井クラブになるような接客施設というものだと、このビルの方ですね、文字支店は1937年に竣工しています。海外で設計実務を身につけた松田文平が設計を担当しておりまして、鉄筋コンクリート6階建ての高層オフィスビルです。今の、まあ、オフィスビルの先駆的なもの。でこれとは対照的に、旧文字三井クラブというのは、これはお兄さんの方の松田文平、翔平さんという方が設計された建物になりますが、こちらは木造に変えたて、ハーフキン、出窓付近は木の部分を見せるハーフキンバー様式と、ドイツ型と言われるモルタルの履き付けの壁が採用されているという、まさに高対称の建物になるわけですが、このような建物を大きい文字に、商社の建物として残っています。次に3番目、鉄道駅です。先ほど触れた文字駅ですね。2代目の駅になります。1914年に竣工したのが現在の2代目の建物になります。初代の建物はこちらの、山手の方にあったものを、こちらの海岸側に引っ越して移して、建てています。連絡線や国内外通路の桟橋と直結することで、乗客の乗り換え、そして待ち合いの便宜を図る。そういう形で駅が引っ越していったという事例かと思います。そして、駅の外観は、このようにモルタルの、石張り風に仕上げた、ネオルネサンス式の衣装となっていますが、このように駅舎になります。建物は木造2階建てになります。そして1階が改札待合駅事務室があり、駅構内の通り桟橋から、連絡線で本所。2階は待合のための貴賓室食堂が設置されています。最後ですね、もう整理します。怖いビルですけども、このような、まあ文字港のところになりますが、20世紀後半になりますと、大戦を挟む文字港は国際貿易港としての地位を失い、その役割を終えています。しかし、1980年代後半から、開港都市としての歴史を証明する文字港の歴史的建造物を保存、活用し、景観整備とともに文字港レトロ地区としての再生が図られたことは皆さんご存知かと思います。このように、北九州市の開港都市としての歴史や記憶は保存され強調されました。一方で、北九州港の港としての機能は、門司港の東側にある立浦コンテナターミナルや、若松の西側にある響コンテナターミナルというようなところに移転したように、実際の港の施設というのは今日、市街地から離れてしまっています。しかし、立浦などの現在の部分、そして門司港レトロという過去の部分を合わせ持つことによって、北九州市は今もなお開港都市として存在できているということが言えるのではないでしょうか。以上、ちょっとお時間をオーバーしましたけれども、北九州の、について、報告させていただきました。ありがとうございます。